毎度、お金めぐりチャンネルです。よろしくお願いします。今日何作んの？はい。今日は、これで。材料こんだけ。はい。キャベツと豚肉と片栗粉と塩。こんだけでいいの？はい。あと、あごだし。何作ろう？今日は YouTube のババレシピっていうところでバズってる、キャベツ焼きっていう汎用好みを作ってもらおうと思います。あー、ロバートのババちゃんがやってるやつ。はい。はいはいはい、見たことあります、見たことあります。じゃあちょっと作ってみましょうか。はい、お願いします、はい、お願いします。はい、まずはですね、スライサーでキャベツを千切りにしてください。はい、千切り。はいはい、いきます。パチパチのお好み焼きはみじん切りです。粗みじんでキャベツ切ってます。はい、キャベツの千切りが終わりました。そうしましたら、はい、ジップロックにキャベツを、はい、入れてください。全部入れます。これでいいですか？はいはい。入れ終わったら、片栗粉。はい、片栗粉。はい。はい、こちらですね。大さじ1。はい。はい。って書いてあったんで、適当に、良き分量で。はい。はい。塩はどれくらいですか？ひとつまみとか。ひとつまみ。はい。はい。これでいいですか？はい、あとは、あごだしがあれば、ちょうどこんなのがあったんで。オッケーオッケー。はい。ちょっと隠し味ね。粉状のやつだから。お、頼んでいいかな。そしたら、蓋を閉めて、よく、混ざるように、振ってください。はい。はい、混ざりました。はい、はい、あとはこれを焼いていきます。はい、じゃあ鉄板に移動します。はい、ちょっとラードいきますね。お好み焼きの感じで丸く置いていきますね、はい、春キャベツなんで水分がちょっと多いですね。蓋をして約2分間蒸し焼きにしてください。はい、じゃあ蓋します。はい、じゃあ蓋開けます。あー、蒸されてますね。そうしましたら蓋を乗っけて、はい、蓋から、はい、お好み焼きと一緒ですね。はい、じゃあひっくり返します。落ちていい？そうですね、広島焼きとかも結構落ちますもんね。あんまり関西風のお好み焼きの時はふっくら感がなくなるので落ちたりしませんけど。はい、ただまた蓋をして2分焼くだけです。はい、
じゃあ蓋開けます。うん、いい感じで蒸らされてます。じゃあひっくり返しますか。はいはいはい、あー、いい感じで焼けてます。これで完成です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。豚肉がカリッと焼けてます。はい、じゃあいただきます。お疲れ様です。いただきます。はい、あ、じゃあ食べましょうか。はい、とりあえず半分に割りますね。はい、じゃあちょっと動画通りポン酢で食べてみますね。はい、どうぞ。はい、うん、なるほどなるほど、うん、片栗粉が入ってるからこういうなんかこう柔らかい感じっていうか、もっちり、もっちりした感じになるよね。あ、意外とこれいけますね。キャベツがしっとりしてて美味しいです。成功でしょうか。はい、大成功です。ありがとうございます。はい、全部食おう。